目指してきた舞台にやっと立てるので、そこに対して、自分が全力でぶつかっていく姿がやっと本当の千賀滉大かな。ついに海を渡った鷹のエース千賀滉大が日本時間今日深夜に入団会見。直前の独占インタビューをこの後たっぷり。来年が勝負だと思っているので、まあ、今までで一番大事な1年になると思っています。はい、来年が4年契約の4年目となる森が現状維持の推定4億6000万円プラス出来高でサインしました。まあ、しっかりやれるように、笑って来年のオフが迎えられるようにやりたいなと思っています。はい、17日に東京で開催された e ベースボール通称スピリーグの日本シリーズ。パリーグ優勝のホークスはセリーグ優勝で去年の覇者カープと対戦しました。スピリーグは球団公認のチームで戦う e スポーツのプロ野球で今年2年目。チームは選手が3人、ホークスの監督は OB の吉村優希さんです。先月からのリーグ戦を勝ち抜いてきた両チームでしたが、日本シリーズではホークスが投打でカープを圧倒、3連勝でスピリーグ初の日本一に輝きました。ホークス球団では賞金の500万円を e スポーツの地域振興に活用するとしています。こんばんは。さあ、そしてね、森投手なんですけどもね、来シーズンは先発かというお話でね、気合が入ってましたね。目が輝いておりました。さあ、そして日本時間の今日の深夜でありますけども、ニューヨークで千賀投手のメッツ入りの会見が開かれますということで、現地入りした千賀投手をモモスポ密着いたしました。独占取材でございますからね、たっぷりご覧ください。まあ、まず今にとにかく思うことは、本当に、5年間6年間ずっと言い続けてきたところにやっと立てるというチャンスをもらったので、本当にそこに対しての興奮と幸せな気持ちと、本当にそこが本当にいっぱいで、アメリカで活躍したいっていう気持ちを持って、この6年間過ごしてきた部分があるので、本当にアメリカに来れてホッとしてる部分と、そうじゃなかったら俺は6年間何してきたんだっていう思いもなってきてしまうので、まあ、だからこそまずスタートラインに立てたことは本当に嬉しく思ってます。はい、数あるメジャー球団から千賀投手がメッツを選んだ大きな理由の一つは、チームにシャーザーとバーランダーがいること。千賀投手らしい選択でした。強かったですやっぱり。はい、やっぱそれはもう僕も代理人さんに言ったりしましたけど、やっぱり常に僕が学べる環境っていうのは僕の中ですごいプラスになることは間違いないと思ってたので、僕より確実に経験豊富な方々ですし、勉強になることはまず間違いないのかなと思いましたし、僕のこっちのキャリアの最初でそういうレジェンドの方、他にもいい選手いますし、そういうのっていうのは僕の中ではすごい強い決め手の一つでした。はい、で日本でこうだったからこっちでもこうだよねっていう感覚も全くないですし、だからこそこっちに来てもどんなことが必要かは分からないですけど、常にそういう風になっていけるように順応していくスタイルみたいなのを僕が持とうと思ってたのはそういうことかなと思ってます。はい、そして話題は今年開催される来年ですね、ワールドベースボールクラシックについて。WBC はどうだろうな。いや、出たいですよ、やっぱりダルさんと野球したいし、単純に僕は日本ラウンドからは絶対行けないから、そうそうそう、だからこっちから来てこっちから参加、例えばショートイニングとかって話になって、それではその代わり誰か置いてこなくちゃいけないじゃないですか。そうそう、だからそこをじゃあ栗山さんがどう考えるかの部分が強いと思いますし、まあ、そもそも球団から OK 出てないし、何も話しないんでこれからなんですけど、楽しみでありますけどもね。まあ、英語の勉強もしているということで、英語でのスピーチが、ね、あるかもしれませんからね。はい、明日のモモスポでも、ね、たっぷりと入団会見の模様はお届けいたします。
さあ、そして今回の取材など千賀投手のメジャー挑戦に密着したドキュメンタリー千賀滉大最後の下克上は大晦日午後2時55分から放送します。そしてね、盛りだくさんなんですよ。年末は今回は千賀選手のですね、育成同期入団のこの2人が登場します。アスリートークユーティリティに大活躍、キングジョーカーこと牧原大成、6年連続ゴールデングラブ賞、甲斐キャノンですっかりおなじみ甲斐拓也、そして明日メジャーリーグメッツの入団会見に臨む千賀滉大と、2011年育成入団組はゴールデンエイジ、その牧原選手と甲斐選手が育成時代の秘話を語りました。今の3軍と僕らの当時の3軍がもう全く違うんですよ。量も僕ら育成組は、はい、まず甲斐選手が語り出したのは選手寮について。ホークスの寮といえばトレーニングルームにプールやサウナも備えた12球団一とも言われる立派な施設が2016年筑後に完成しましたが、2人が斎藤崎の選手寮で暮らしていた頃は、僕ら育成組は寮がまた別で僕らプレハブなんですよ。増築されたこのプレハブに僕らの部屋があるんですよ。はあ、その時点で差があるじゃないですか。早くあっちの部屋に行きたいなっていうのがやっぱりあったんで、環境から違った育成時代、当時は2軍戦でもミスが許されない緊張感がありました。本当に1試合ダメだったらもう1回3軍から行って直してこいっていう風になるんで、はい、もうその2軍戦でも本当に必死でした。3軍の試合ってあの四国の独立リーグと僕らの時は当時やってたんですけど、もうバス1台だけでの移動なんですよ。もちろん僕ら高卒なんで若いんで席ないんですよ。だからもう通路に寝たりとか、今バス2台です。さらに話は練習前の準備についても。筑後なんかも環境がもうすごいんで、いや行きました行きました。練習とかするにしてもバイトの人たちがグラウンドを整備してくれて、ラインも引いて水まきもしてくれて、っていうのが今は当たり前だと思うけど、僕たちはガノスに行った時っていうのは朝から自分たちで水をまいて、でもうやる前からびっちゃびちゃなんですよ。今はそれを全部準備してくれる人がいるっていうのがもう差があります。恵まれすぎっすね。僕らこの話したら止まんないですよ。いや、このハングリー精神がね、今に繋がってるんでしょうね。以上、モモスポでした。